どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと緊急というか、ちょっと皆さん自分のウクレレチェックしてください今すぐという動画を、こちらにアップロード、させていただきたいと思います。このね、話の顛末はですね、つい先日この見てください、ガズレレ ×Gラボで販売開始になりましたウクレレ弦です。柔らかいウクレレ弦、このウクレレ弦を発売しましたということで、弦を張り替えようという動画を撮影しています。まだ見てないよという方は、弦張り替えると本当に楽しい作業だし、音も生まれ変わるんで、ぜひね、その動画、ここに今リンク貼るんですけど、見てもらいたいんですけど、それを見ながら、よし、私もやってみようと、こう、今まで弦変えたことなかった方がですね、いざ自分のウクレレ弦変えようと思ったらですね、あのね、いろんな、あれこれどうなってんのってことがね、私の、ところに届いておりまして、どんなことがよくあるかというとですね、見てください。例えば、このウクレレはもうね、もう3、4年前にリリースしていたガズレレのプロデュースしていたこのウクレレなんですけど、ガズの弾きやすいウクレレ。見てください。例えばですけど、ここわかる？ここに、本来ここにビスがあるのに、ほら、こうやってみんなついてるでしょ、ビスが。あれ、ここ、よく見たら外れてるじゃん、とかですね。もう人によっては、この真ん中の黒いビス、これもどっかに行っちゃってるんですけど、で、もうこんなガコーとかこんな曲がっちゃったりなんかして、これどうなってんだろうっていうことが、起こっております。これはですね、皆さん最初に言っとくんですけど、このウクレレっていう楽器で、これ楽器って、結局この弦が振動して、こうなってるんで、こういうところにもすごくこう振動が来るんですね。あらゆるところに、これが震えてるわけですよ。こうブーっとね、音っていうのはこう振動なんでね。それでね、もう何年も何年も使ってると、こういうところビスとかが、こう緩んできちゃったりする場合がめちゃくちゃあります。これは安いウクレレでもそういうことが起こるし、これね、高いウクレレでもこれが起こっちゃうんですよ、皆さん。なので、普段からですね、ビスが緩んでないかをよくチェックしてくださいということを、お伝えしたいですということです。あともう一個はね、ストラップピン。ストラップピンも緩んでると、これ本当危ないっていうか落としちゃうかもしれないんで、もう、ストラップピンは、このいつもチェックですね。このガズのわがままウクレレなんか、こうピックアップがついてるの、ここすごくね、ピックアップがついてるウクレレは特にここ緩みやすいんで、いつもキュッキュッとこう締めて、あげる。チューニングと同じように、こっちはギュッキュッとこう緩んでないか確認して、あとこっちもね、たまには見てあげてくださいね。やっぱ振動してるもんなんで、こういうビスが、よく緩んじゃいます。はい。ぜひ、この、日々の確認を怠らないように、やっぱずっとね、音楽を一緒に奏でるパートナーですからね、こう弦張り替えた時とかが一番チェックするのはいいと思うんですけど、もうやっぱり何でも張り替えてないっていう、まあ、ウクレレ初心者の方は弦張り替えるなんて自分ではとてもじゃないけど、やっぱできないってやっぱ思うでしょうからね、先ほど紹介した弦張り替えの動画を見ていただいた時に、必ずこのビスとかをチェックしてください。そして、もしここのビス、あれないじゃんという方結構いると思います。よく見てもらうと、ここのビスがね、振動で取れちゃうことがあります。そしたらどうしたらいいかというと、今これあえてわざと外したんですけど、このビスってすごいちっちゃいんですよね。で、これ楽器屋さん、大きい楽器屋さんに行けばこういうビスだけ売ってる可能性もありますけど、まず、もしこういう状況になってたら、今ついている他のビスを1本外して、それをホームセンターに持って行って、これと似たような、これと同じ感じのビスありますかって聞いた方がもう早いと思いますね。そういうわけで、たまにはこういろんなビスの緩み、これ。演奏する前にチェックしてください。はい。それともう一個あった事象なんですけど、この白いところ、この部分、ナットって言うんですけど、これ弦がここに、ここに乗っかってるわけじゃないですか、台座としてね。で、弦を外してみて、新しい弦を張ろうと思って、全部弦を外してみたら、ここの白いところがポロッと取れちゃったんですけど、ということも、これたまに起こります。これね、まあ、ぶっちゃけここ、ボンドで止まってるんですよね。で、この白いのを外すときって、どうやって外すか皆さんご存知でしょうか？この硬いハンマーみたいなもので、こう、コツンってやると、その、一瞬の振動でパキッとこう取れるみたいな、そんな風にしてこれ、ここ付け替えたりなんかするんですけど、つまり逆を言うと、こうやって普段使用してて、ちょっとこう、倒れちゃったよ、ウクレレが倒れちゃったとか、どっかこういう角に、コツンって当たった時に、振動でこのボンド取れちゃう時があります。なんで弦を外してみたら、この白いのがボロッと取れて、ギャーってびっくりしたってこともよくあるんですけど、これはですね、まあ、もう一回貼ればいいんでございますんですけども、一回取れたところの、ついてるボンドをサンドペーパーとかでこう削ったり、で、こっちの受けの方も、できればこうちょっと平らにしてあげた方がいいと思うんですけど、まあまあちょっと自分でやるの心配だったら楽器屋さんに持って行ってつけてもらうのがいいと思うんですが、こういうことを自分でケアするっていうのも、一つのこう、ウクレレを演奏する楽しみかなと
というふうに私も思ってますんで、とにかくね、そのやっぱり弦を交換するっていうタイミングはすごくいいんですよ。なので、やっぱウクレレの弦を変えると音が変わる、材質によっても全然変わるし、いろんなメーカーのウクレレの弦を試してみるといいですよということで、まあガズレレとしてもね、こういう弦をリリースしてるってこともあるんで、いろいろな弦を挑戦して試してね、いろんな音の旅に出てほしいんですけど、そのたんびにやっぱり一応ね、大丈夫かな、一応ネジ緩んでないかな、ここも緩んでないかなとか、変なとこないかなって一応見てあげる、掃除もしてあげて、オイルを塗ってあって、オレンジオイルとかレモンオイルとか、そういう風にやっていくと、またさらにね、ウクレレもいい音をしてくれると思うし、愛着も湧いてきて、まあそういうのを含めて、こうウクレレライフ、ガズレレライフかなという風に思いますのでですね、もう慌てずに、やっぱこれも道具ですからね、道具っていうのはケアしなければ、いつかは絶対なんかおかしなことが起こりますから、はい、世の中にある道具ってもう全てそうです。ケアがやっぱり大切だなというふうに思いますね。まあ、拭いてあげる、ホコリを取る、オイルを染み込ませてあげるから始まって、ビスの緩みから、なんかいろいろ、なんかおかしなことになってないかなとかね、傷ついてないかなとか、そういうのも確認しながら、楽しんで、音楽、やっていきましょう、皆さん。はい。でも、ウクレレの弦を変えるってことは、ぜひね、体験としてはやっていただきたいと思います。もう何回言いますけど、URL をね、概要欄のところにも貼っておきますんで、ぜひチャレンジしてみてください。そういうことで、この弦もよろしくね、ということで、さようなら、バイバイ。あ、お知らせです。今使っているこのガズのわがままウクレレとか、これリーズナブルで使いやすい、ガズの初めてウクレレ現在販売中と予約受付中でございます。あとそれとこれもねお知らせしてます。弦が発売されておりますよ。ガズレレジャンド G ラボンの柔らかいウクレレ弦、チューナーなんかもあります。そんなね、ちょっといろんなね、情報、もういろんな情報ここにまとまってます。ウクレレなんかの情報、ウクレレや弦やチューナーの情報、ここにひとまとめにしてるんで、ぜひご覧になってくださいませ。はい、皆さんこの音楽をやる楽しさ、今度は周りの皆さんにもシェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズレの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も、概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤青黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。